はい、こんにちは、カズボーです。潜水の桜姫、続きやっていきたいと思います。ですね、今回ここですね。いろいろ材料を集めたら、物買えるみたいですけど、壮大欅っての取ってやめたんで、前回ね。ここを攻略は、右上に行けばいいんですけどね。そんな難しくないので。常世の無人竜。26なんだね、レベルね。1は前回やったんで、2までクリアよかったね。あ、またこいつらか。ボタン音だけはどうしようもないんだよね。消したいんですけどね。無理するとやばいパターンだこれ。ヨモツガミの元凶を今回立てたいんだけど、力取り戻してから都行った方がいいよね、絶対に。これ前半端じゃねえ強かったもん。そしたらなんかあんな。なっちゃった。新規の白煙、なんかあるんでしょうけどね。うわ、減りすぎ。水が邪魔。なんだ、どうなってる、どこにいるの。冬なんですけど、都行ったらまたなんか進むんだよ絶対これ。
ちょっと待って。島鋼、これで、ここで取れたから、あ、ないかも。霊視。ここら辺取っといてもいいかな。しかと。何か食べるますか？いただきます。まあ武器もね、いいの手に入るんだけどね。黒曜石とか持ってくれば。まあまだでも、あ、間違えた。まだでもそこまでやり込まなくてもいいかなって感じはするんで。その1じゃない、その2で。くしくも夜になっちゃったからね。さっさと登ろう。ここだね。え、なんだ、あ、これ。水邪魔。邪魔、これよし、3に行ったね。深部中いるわ。よもつがみの元気を断つ、やはりそうだよね。あ、ナマズだ。あいつらにナマズ。1四角だね。やっぱこっち強くなってる。なんだよ、まあ一回倒したやつだからね。これ確かさ、あ、明らかに前より強くなってるな。楽にやられてた。
力が半分しかないのにね、倒せたら。何やら綺麗なものが飛んでいったの。ついつい見とれてしもうたわ。あのおひいさま、あれがあやつの核なのでは。それをもっと早い言わんか。じいのせいで取り逃がしたではないか。そんなご無体な。こら、戻ってこかい。あの核、妙に気にかかる。もしや前にもいずこか。あ、北条の命パワー倍になる、もしかして。これを畑にまいて、田んぼか、田んぼ、畑って言っちゃうね、田んぼだね。どうしたこんなところで。ああ、さくら、近頃食べ物の減り方がおかしいのです。おかしい？ネズミでも入ったか。獣が荒らしたようには見えせん。ってことは誰かがつまみ食いをしているとでも。わしではないぞ。はい、魚なら隠れず食べます。信用されておるのか。もしかすと貝丸でねしかや。ここんとこ妙にこそこそしとりしたよ。そういえば私も貝丸が犬と外に出るとき何か持っていくのを見ました。みんなに隠れて何か買ってんのかな。となればまた大事になっても面倒じゃ。次に貝丸を採集に出すとき後をつけてみるか。貝丸を採集に出す。やってみるすかや。あ、しまった。移ろいですぐやればよかった。いや、明日でも。来てきゃー。確か貝丸はこの洞に入っていたはずじゃが。どういうことじゃこれは。おい貝丸よ、そいつがわしらに何をしたか忘れたか。ならば何故謝って済まされることではないわ。お主のしたことでわしらは大事な家を失うてしまったのじゃ。私にまで出るかもしれんかったのじゃぞ。それをそのような形だけで。おひいさま、おひいさま、ならばどうなされるおつもりか。こやつめに報いを受けさせまするか。この玉、確かにあの時ご忠言申し上げましたな。それをないがしろにされたのは他でもないおひいさまご自身ですぞ。しかしじいよ、このウサギ王に新しい傷が加えられておる。仲間のもとには戻れなったか。策とはいえ人と長く交わったゆえに奴らからも疑われたのであろう。鬼は鬼である限り悪、それは変わりません。しかしおひいさま、こやつめはすでに報いは受けておるのではありませぬか。分かっておるさ。峠に来たのもこやつの意志によるものではないことくらいな。石丸のやつにいいように使われただけ。そんなことは分かっておるんじゃ。まったく、手っ取り早く襲いかかってきておれば何
も考えず鍋にでもしてやれたのにの。案ずるな、手は出さん。ついでじゃ、これも食うがよい。お主がしたことは忘れられるものではない。しかしお主が今その身に余る荷を背負うておるのであれば、わしらはそれを一つ下ろすことができる。これ以上わしらはお主を恨まぬ。お主を許す。だからもう少し生きてみよう。行くぞ。ウサギになっちゃった。足雲の生き残りか。落ちぶれてるように見えるかもしれないが、まだ俺にも鬼の木のかけらくらいは残ってんだぜ。夜に一匹で来るとは随分度胸がいいじゃねえか。え？死んでる方が道理で。まあいいさ、因果応報なんか信じねえ。ここにあるのは強さと弱さ。それだ。いや、なんだ、ヨモツガミの出現を待つ。さてと、いよいよ家の再建にかかるとするか、はい、家となるとさすがに大仕事だ。ここにいる皆の手を借りるぞ。オッケー。もちろんです。おう、なんでもやるっちゃ。あ、いい。どうすなら大屋敷、大屋敷と言いたいところじゃが、この峠、狭い峠では大したことはできん。それにわしの前の家に愛着もあっての。ここは以前の広さや間取りで建て直し、使いにくかった、細かいところを変えてみるというのはどうじゃ。おい、ならば我が図を起こそう。前の家は作りは隅々まで覚えている。ですか。どこかに物を置くところを増やせますか。床下や屋根裏には余地があったと思うぞ。他のものも何かあれば今のうちに申しておけよ。ほいじゃあオラは。よし。資材はこれくらい、仕上がるまでにはこれくらいかかるじゃろう。これは確かにお仕事じゃ。カッパどもの手も借りねばならんか。はい、キュウリもいるわけですな。一つ一つやっていくしかないの。よし、始めてみるか。必要なものが揃ったらそれがしにお申し付けくだされ。はい。千年石を手に入れる。また欅一個いんのか。キュウリと粘土。家再建だって、それやっちゃうか。中途半端だから。何やってた途中だったっけ、さっき。こう倒したでしょ。壮大欅。あ、そうだ、日付だってあれだ、あの田んぼに肥料をまいたら体力が上がるから、あ、それで材料集めようか。でも壮大欅って多分次のとこでないと無理でしょ。あ、一回止まんなくちゃないか。また収穫がね、できるようになるのって、何か食べるますか。何か作るですか。
腐っちゃうからね。いただきます。のイベント。玉爺は星玉の剣の霊なんだべな。どうしたいきなり。あれは大した真剣だ。あれだけの剣がなして折れちまっただ。そういえば剣である以上元は折れてはおらぬわけか。やるな金太よ。よく気づいた。わしは折れた姿しか知らぬから驚いたぞ。むお口が過ぎますぞ。わしが折れたのは大水地へのとどめの一撃の時じゃ。あの時竹蛇様は確かに奴の首を落としそうとなさった。しかし節からはわずかにずれてしまい、刃は骨で止められてしまったのじゃ。わしが折れたのは奴の骨の端を砕いた時の衝撃によるもの。霊としての姿もこのように小さく。え、前はでかかったのか。ええ、まあ虎くらいはありましたぞ。全く想像がつかん。とわーキャッキャ。共に砕けた大水地の骨の方は拾い集められ、討伐の証として亀引き様に献上されたはずじゃ。砕けた大水地の骨か。ほいで剣馬打てばものすごいものになるでねえかや。ならぬならぬ、あのようなもの全く忌々しい。この話はあまり触れぬ方が良さそうじゃんな。はい、だそうです。お、床用の裏白。あ、いけるじゃん。普通に。パンコシ始めるとかもあるけど。よし、命の輝が回復した。よーく耕して、土を柔らかくするぞ。で、今回ここまでにしようか。だその裏白ってとこにおそらく、あれがあるんだよ。なんだっけ。なんか壮大樹だっけ。なんか家直すやつ。じゃあそこを次回行こうかなと思います。はい、じゃあね、やっときますんでね、これね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。